京都ラーメン巡り、今回はラーメン激戦区北白川のラーメン白川さんをご紹介します。北白川通り今出川交差点を下がったところにラーメン白川さんがあります。最寄りバス停は銀閣寺道。このバス停には5、17、32、203、204各系統が入線します。近くには前回ご紹介した増谷さんの本店があります。お店の前には京都ラーメンののぼりが。京都ラーメンといえば鶏ガラ背脂醤油。ちょっとワクワクしながら入店します。店内はカウンター席と奥にテーブル席。メニューにはラーメン、チャーシュー麺と担々麺。やはり最初はラーメンでしょう。注文後しばらく待つと着丼。いただきます。まずスープを一口。醤油の味わいと背脂のコクが合わさってとっても良い感じです。前回ご紹介したマスタニ京都駅ビルラーメン工事店さんのスープとほぼ同じ味わい。違いはちょっと背脂の量が少ないかな。後で調べてみるとここは元マスタニさんの支店のようでした。麺は中細麺。しっかりとした麺でスープとの相性も良い感じです。チャーシューを巻いて味変第1弾は少しスープを濃くしています。私的にはこれぐらいの方が良いですね。美味しい麺をすすっていきます。味変第2弾、唐辛子を投入。ピリッとした辛みがスープに合います。辛いもの好きの感想ですのでご注意を。そして完食。ごちそうさまでした。前日のマスタニ京都駅ビルラーメン工事店さんと比べると麺がしっかりしている他はほぼ同じでした。ですがこの麺の違いが結構印象の違ったラーメンになっていました。これはますますマスタニさんの本店にも行かなくてはって気持ちになりました。鶏ガラ背脂醤油のラーメンが好きな方にはおすすめのお店です。京都北白川ラーメン白川さんのラーメンいかがだったでしょうか。この動画が面白かった、役に立ったなと思われましたら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ややでした。